統計によると我が国のビールの年間消費量は1人当たり45リットル近くにもなるそうです。もちろんこれはチェコの161リットル、ドイツの145リットルには遠く及びませんが、それでも毎年ものすごい勢いで迫りつつあります。皆さんこんにちは。トップランキングにお越しいただきありがとうございます。今日はランキングとしてはいつもと趣向の違う動画をお届けしようと思います。毎日ビールを飲むとあなたの体に一体何が起こるでしょうか。知りたいですか？それでは一緒に見ていきましょう。誰が最初にビールの製法を思いついたのか断言するのは難しいですが、おそらく発酵し始めたイネ科の植物を通して自然が人間に教えてくれたのでしょう。ビール醸造の伝統は何千キロにもわたって広まったので、世界中のほとんどどんな場所でも作られていたと言っていいでしょう。ビールには生きた酵母、生命に必要なビタミン B 群、ケイ素、そして多量の酸化防腐剤が含まれています。その上アルコール含有量が比較的少ないので、お祝いの席にはもってこいの飲み物ですし、それもあって飛躍的に普及したと考えられます。しかしこの泡ドリンクを飲む代償は決して小さいとは言えません。ではその価格表といきましょう。まず最初の犠牲者となるのは胃です。いくらアルコール成分が少ないとはいえ、ビールはある程度のエチルアルコールを含んでいます。毎日飲んでいると発酵成分を伴うアルコールの液体が通る食道、胃、そして腸に影響を及ぼさないはずがありません。容赦なく粘膜を刺激し傷つけます。日常的にビールを摂取していると胃壁にある胃液を分泌する胃腺は、まず大量の胃粘液を分泌してから萎縮します。そのため消化不良になり、食べたものが胃の中に長く残って胃もたれを起こしたり、消化されないまま腸に送られます。すると便秘や胃炎の原因となります。次に打撃を受けるのは肝臓です。体内を浄化させる機能を持つ肝臓にとってアルコールは最大の厄介者です。肝臓にビールの対応ばかりさせようものなら、本来持つ解毒作用を阻害することになりかねません。他の強い作用を持つ物質や有害物質の侵入を防ぐ心強いバリアとしての役割が果たせなくなります。アルコール飲料の飲み過ぎは炎症の経過を促進する原因となり、肝炎に至ることもあります。また慢性アルコール性肝炎になると、気づかないうちに病状が進み、自覚症状もほとんどありません。そのまま放っておけば肝硬変になることさえあります。膵臓も同様に犠牲になります。ビールは消化酵素の分泌を妨げるため、栄養分を分解するという自然な機能が正常に働かなくなってしまいます。続いて腎臓も被害を受けます。腎臓には体内環境を維持する働きがあり、水分量と電解質量のバランスや体内の酸性、アルカリ性の度合いを調節しています。ビールを飲むとこの働きが通常の3倍程度活発になります。一度でもビールを飲んだことがある人なら、飲むとトイレが近くなることをご存知でしょう。これはアルコールによる肝臓の組織への刺激やろ過能力の向上によって尿量が増加する症状で、多尿と呼ばれます。このようにビールには強力な利尿作用がある上、体の構成材料であるミネラル、特にカルシウム、マグネシウム、ビタミン C までも体内から洗い出してしまいます。カリウムが不足すると心臓のリズムが乱れ、ふくらはぎの痛みや足の衰えを感じるようになります。マグネシウム不足は精神的な面に影響を及ぼすため、怒りっぽくなったり涙もろくなったり、あるいは不眠の原因となります。ビタミン C が足りないと免疫力が低下するため、風邪をひきやすくなります。 B
ビールによるアルコール依存症が悪化すると腎硬化症を引き起こす可能性もあります。そしてアルコールによって破壊され続けた細胞は結合組織に取って代わられ、腎全体が萎縮しシワができるようになります。またホルモンも変化し始めます。ビールに独特の苦味を付与するために使われるホップの嗅覚の中には、女性ホルモンであるプロゲステロンと同様の働きをするフィオエストロゲン、植物性エストロゲンが含まれています。そのためビールを日常的に飲んでいると内分泌器の働きに異常をきたすことになります。男性からはテストステロンが減少し、女性ホルモンが増加するためヒゲや体毛の減少、筋肉量の減少、乳腺の発達、声質の変化、いわゆるビールっ腹の出現、太ももやウエストへの脂肪の蓄積など、見た目にも変化が現れてきます。つまり熱烈なビール安飲者の男性は、生物学的に言えば少しずつ女性化していくのです。言うまでもなく、このようなホルモンバランスの乱れは男性の夜の生活において直接的な影響を及ぼします。そしてついに心臓が犠牲になります。ビールの体内への吸収スピードはとても速いため、瞬時に血管はいっぱいになります。もしあなたがビールを頻繁に、しかも大量に飲んでいるなら、静脈こぶが起こり心臓が肥大してきているでしょう。放射線科専門医はこのような現象をビール心臓、牛心、ナイロンストッキングシンドロームなどと呼んでいます。この余分な血液を毎日送り出す必要に迫られた心臓はだんだんたるんでいき、脂肪に取りつかれてしまいます。心臓の収縮回数は増加し、不整脈が起こり血圧が上がります。どんどん身体的な負荷に耐えるのが困難になり、息切れが見られるようになります。心筋の収縮能力の低下や心肥大は心不全に至ることもあります。その結果、脳梗塞による死亡率が2倍に高まります。もちろんここまでに説明してきた各機関に起こる症状のほとんどは、数ヶ月あるいは数年にかけて少しずつ進行していくものです。何より先に見られるのは精神面の崩壊でしょう。依存症になるには1ヶ月で十分です。体が欲しているからという理由だけでどんどん飲酒量は増え、悪循環に陥ることになるでしょう。飲まれたビアグラスが増えていくたびに、もっともっと欲しくなっていきます。さて、きっとあなたはビールってそもそも飲んでいいものなの？と質問したくなっているでしょう。今日の研究者たちはこの飲み物についてよく分かっていますので、質問には次のように答えてくれます。現代のビール飲料というものは成分的にその祖先とは随分かけ離れたものになっています。製造会社はいかに早く生産するか、どうやって長く保存させるか、グラスで見栄えよくするにはどうしたらいいかということに神経を注いでいます。そのため自然原料は当の昔に合成の類似体や化学調味料などの添加物に置き換えられてしまいました。つまりビールを飲んでも良い効果というのは全く期待できません。麦芽の代用品、防腐剤、保存料、エチルアルコール、フーゼル油などでできた飲み物に、眠気、無気力、笑い上戸などの酔っ払った状態以外は何もあなたに与えることはできないのです。皆さん、動画をご覧いただきありがとうございました。自分の健康に気を配りましょう。健康はこの世に存在する全てのものと同様に無限に続くものではなく、ビール一杯よりもはるかに大事です。さて、私はコーヒーを飲んで新しい動画のことを考えようと思います。ところで以前、コーヒーを10リットル飲むとどうなるかお話ししたことを覚えていますか？心配しないでください。そんなにたくさんは飲めませんので。ではまたお会いしましょう。さようなら。